ず癖というものがある。それが機械であろうと物であろうと、教えたところでどうなる。癖は治らない、宿命のようにな。こいつプロのジョッキー出身か。伝統のイギリス競馬界の外にこんな技術を持つ奴がいるなんて気分がいい。ファースト、セカンドステージともに見事なレースだった。クンクン、クンクン、クン、クン、これはコーヒーだ。コーヒーの香りがする。コーヒーを入れてるのか。すごくいい香りだ。うしゃー、あの男は必ず探し出して復讐してやると。どいつもこいつも有罪だ、クソ田舎者ども。俺を邪魔する奴らは靴の中にシチューをもらうことよりもっと屈辱的に埃を切り裂いて地面の上に這いつくばらしてやるぜ。スティールボールランレースでの栄光、それはイギリス王室さえも動かす権力。それをつかむためにはいかなる手段も厭わない。このまま前を、何かが起きる。二度と近づいたら今度は食い殺す。お前らに再起不能という言葉を教えてやるぞ、シルバーバレット。これがジャイロツェペリか。今までと何か違う。無駄だ無駄。地球上の生物でスケアリーモンスターの動体視力に勝てる動きはない。勝った、レースも次の遺体も全てはこのディオのものだ。これで全てはこのディオのものだ。金だ、俺は金が欲しい。わかりやすいだろ。ニューヨークのマンハッタン島とかはどうだ。スタンド使いが一人欲しい。このディオに忠実な部下としてだ。繰り返すぞ、部下だ。保護色か、ランプは好きか。明かりはつかないという意味だが、すぐにでもあいつを暗殺しないと何か重大なことで先を越される。なんだこいつは、なんだこいつは。この俺が、ディオが二人。勝利の風はこのディオの背後から追って吹いている。スケアリーモンスターズ。この能力は発言しているとき何かに挟むと返せる。所詮人間は鳩の群れと同じだ。一羽が右へ飛べば全部が右へ行く。どいつもこいつも自分の利益とうぬぼれしか見ようとしない気取り屋どもの集まりだ。そんな奴らのために俺の母親が死んだことは水に流してやってもいいが、俺はもっと気取らせてもらって、そういう鳩の群れをとことん上から支配してやるぜ。ぶっ殺してやる。うりー、俺に協力しろ。躊躇したな、勝った。これで予想したお前の弱点は今全て証明された。切り裂いた首のその傷は俺がいた人間世界の悲惨の線だ。この俺が手に入れるこの世界への線だ。勝った、勝ったのは俺の方だ。勝ったのは俺の方だ。おや、ほう、ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。ザ・ワールド、俺だけの時間だぜ。よく知ってるジョニー・ジョースターだ。特に違ったところはないようだがな。時は止まった、5秒前。それにどれほどの意味がある。無駄だぞ無駄。まさか止まった時の中でも動くことができるとは。あいつと出会ったら俺は消滅する。試練は克服して必ず殺す。お楽しみはこれからだ。予定通り俺の計画だ。決着は止まる時よりも早く着くだろう。ザ・ワールド、時は止まった、5秒前。時は動き出す。無駄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 無。この色仕掛けを使って俺の道場を飛行って気なら、足の治療が済んでから思いっきり遊んでやるぜ。女として落ちるところまで落として遊びながら殺してやる。ザ・ワールド、離れろ、時を止めるんだ。この俺に向かってこんなことを。勝利者はこのディオだ。やめろやめろ。